ソフトクリームあるの？あ、そうか。ちょっと小腹空いたんだよね。わかる。あら、栄えてるな、ずいぶん。急に。勝ち目の観光地だ。1時間100円のはずです。はい。駐車場。あ、そうです。1時間100円です。はい。お安いね。うん。お土産屋とかまであるような感じかもね。ダイビング体験する人がいっぱいいる。洞窟行く人もここから行くんでしょ。そう。なるほどね。あ、これはでも来といてよかったね。うん。うねりがあるためスノーキーリングおよびダイビングを。更衣室かお手洗いか。ライバーさんの前でね、かっこいいね、みんな上手。待ってから赤間行こうって言ったらさ、お腹空いちゃってる。何し今食べたらまた消化かとか言って。すごーい。いいね、いいね。いいね。気温はそんな高くないけど。おー。青い洞窟はどれなんだ。おお。怖いね。この辺を下っていくのか。ダイバーさんはどこから行くの？ダイバーさんはここじゃないんだって。気をつけて。すごい？ね。腹ペコに腹ペコになってさ、ご飯食べてもらえる。いいね。それがいい。本当に沖縄はさ、どこもかしこもこうウォーキングコースみたくなっててさ、健康にいいよね。ね。よく歩くし、よく太陽浴びるしさ、夜よく眠れるしさ、お腹空いてよく食べるじゃん。健康になるよ、沖縄は。健康圏。うん、やっぱ長生きの方が多いのも頷けますな。岬へ。みんなここだと行くんだね。うん。すごいいい道だよ。うわあ、あ、すごい。もうちょっと離島岬だね。うん。ダイバーの人みんなどこにいるの？ここじゃないのかな？もう終わったんじゃない？見て。いやー、すごいな。すごい。何ここ、なんか無人島みたい。これはすごい。誰もいない。これは自分の YouTube のビデオ撮ってんのに自分の携帯で撮りたくなっちゃう。ロケ地だよね、ロケ地。ロストが始まるよ、ロストが。いやー。いやー。貴様何者だ。こういうところでさ、リフトの撮影とかしてんのよ。うん、こういう感じだよね。Thank you.
ソフトクリームも良かったけど、このカルピスにしました。急にバイバイ何これ、これ持って帰りたい、めっちゃ可愛い、これ持って帰ろう、可愛い、ちょっと写真撮るね、うん、いただきます。はい、美味しい、カルピスだ青いカルピスだ、そのまんまだ、うん、カルピスの原液の濃いめ、うん、青バージョン、映えてるね、映えてますか、インフルエンサーしてるね、うわすごい、芝の上に置いて、影しないで、影しないで、はい、これ何に上がるんですか、もんちゃんのインスタですか、うめえ、美味しいよね、なんかカルピス、そう久々に、しかもさ、ペットボトルじゃなく、あの原液の感じが美味しいよね、美味しい、うん、いいね、これ持って帰る、この緑色の、わーすごい、ピントが合うとめっちゃ綺麗、あるらしいんだけど、それが一向に見つからなくて、もんちゃんが悔しくてね、ずっと探してるの。店員さんに聞いたんだけど、なんか違ったところを指してるような気がして、暑いなあ、あ、本当だ、ここじゃないね、じゃあやっぱ、わあすごい、あ、もう私絶対あんな船乗れない、もうあれはきついわ、あれはきついわ、酔いそう、あーもう無理、ほんと見てるだけで無理、 あったこれ、この階段、これに行きたいの、あ、いいじゃん、行こう、やっぱ行こう、行こう、あったあった、これ持って帰ろうとしたらね、ストローにくっついてる、セットなんだ、セットなの、これで1本で売ってるんだ、これかわいいね、売ってたらお土産で買って帰りたいな、これさ、紙でしょ、プラスチックだったらこれごと持って帰ろうと思ったんだけど、紙だからさ、これにゃんやん、お姉さんにどこで売ってますかって聞いてみよう駐車場の茶屋のすぐここだった、でも今日はあ、ダメだ、行けない、この先コースあるわ、あ、じゃあ今日階段行けないんだ、そういうことか、ここからダイバーの人たちみんな行くんだって、でも今日は無理だから船から行く日なんだ、あーこれはまたリベンジしたい ね、あの私たちはほら青の洞窟に行けない分さ、ちょ近くまで感じたかったんだけど、風が強くない日を選んだ、まあもしかしたら午前の方がいいかも、午後って大体うねるからさ、うん、100円でした、やっとリベンジを果たせます、沖縄に来るたんびに、靴を持って挑戦し、何度も貸し切りを体験し、やっと今日前もって電話をするという方法を覚えどうしてね、ここまでこの赤間運動公園のジムにこだわっているかとね、多分知らない方もねいると思うんですけども、あの、もともと私が沖縄に興味を持ったきっかけはね、慎太郎さんっていう、うん、筋肉のフィジークの YouTuber さんがいるんだけど、うん、まあ、その人に私は、まあ、フィジークを通してハマったの、うん、でその慎太郎さんが沖縄に、その時は、まあ、今は住んでるんだけど、当時は住み込みでね、沖縄に来てホテルの仕事をしながら、うん、ジムとかそういう体を鍛えるってことを2ヶ月3ヶ月やってらっしゃったのよ、うん、その時の Vlog が本当に好きで、私も、うん、何度も何度も見返して、うん、でその慎太郎さんが来てたのがこの赤間ジムなんだけど、うん、この赤間で多分ね働いてたホテルが恩納村のホテルなの、うん、だから赤間のジムでした後に仕事に行って、うん、夜やっぱりステーキ食べて赤身の肉食べるとか、うん、あの筋肉にものすごくこう振り切った生活を 2,3 ヶ月してて、うん、それが私の中でのもう根底にあるのよ、やってみたいっていう、今回はそれをやってるもんね、そうそうそう、だから大体私がおすすめしてる希望が丘とか、うん、そういう、なんだろう、知る人と知るみたいな、あの沖縄の情報って全部慎太郎さんなのでも今は慎太郎さんは沖縄に移住し終わって、うん、こっちに住んでて、
あのチャタンの保護ジムになっちゃったから、メインジムが、うん、赤間はもう通ってあんま出てこない、最近はもう出てこないんだけど、うん、まあ、とにかくこの赤間運動公園によくね来てたの、その当時の Vlog で、うん、で憧れがあって、3年前かなの沖縄でリベンジ失敗、うん、で2年前の沖縄でリベンジ失敗、うん、で前回の沖縄も失敗、うん、で今回やっとで、なんかね、鏡がないって慎太郎さん言ってたの。赤間は鏡がないのを我慢できればいいジムだよって言ってたから。で、あとなんかね、冷房がもしかしたら効きが弱くて大汗をかく可能性があるんだけど、まあ、そういった経緯がありましたということで、行ってみよう、行こう。もちろんこの後ね、靴に履き替えるんだけどバナナが見え隠れしてますけどこれだからね。そう、もんちゃんはね登山靴で、私はいつものオールバーズなの。オールバーズ持ってくればよかったのに。いや、私はもう林山か登山かしか考えない。ああ、来たよ赤間運動公園。すんごい雨雲がいるな。確かね、県外と県内の方では値段が確か違ったんだけど、ここに入ってお金を払います。なんとね、村内の方だったら2時間で20円。私たちは村外だから200円。安いよね。あ、小中高生だった。一般大学生は50円だ。トラック入ろうよ。村外っていうのだけメモしたら入れた。ちょっと私走ってみる。うわあ。位置について、よーい、ドン。これ無料はすごいね。なんかさ、大志公園でさ、うん、くるくる回ってんのが嘘みたいなぐらい。これ一周分何キロだろうね。でもちゃんとした正式なトラックなんだろうね。すごいよね。全然沖縄にね観光する方はゆかりもないと思うけど、縁もゆかりもないと思うけど、いいよね。ね。トラックなんてさ、村外一般って丸するだけで入れるから。無料ですよ。うん、ただそういう何実業団みたいな、うん、スポーツチームが使ってる時もあると思うけど、ね、うん、ここはおすすめだね。環境がいいですね、本当に、運動に対して。運動する環境が整ってるよね。うん、お腹が空いた。
た。夜ご飯会議 in 赤マウンド公園。ただいま夕方5時、うん、金曜日。なるほど。お外で食べる気分か中で食べる気分か。最近ちょっと中続いたから私は外食したい気分だけど、うん、あのシーサイドの店内がね、うん、確か動画撮影禁止だったんだよね。なんかねテイクアウト前回した時に、うん、カメラバッテンマークがねあった気がするのよ。うん、だからそうするとシーサイドのテイクアウトになるとまたホテルで食べることになっちゃうから、うん、車とかね。そう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 、うん、ホテルに車止めて歩いて88度か。結局朝言ってた動画もう多分上がんないね今日。いや頑張れば、うん、6時7時までに帰って、うん、いやでもキングタコスとかでもまあでもキングタコスの気分でもないな。まあ、かなりね沖縄にも滞在してきてさ沖縄そばとタコスとか食べてる回数めっちゃ多いじゃん。ハンバーガーとか。そうだね。だから、まあ、少々気分が変わってきてるというのもあるけど。ガーリックシュリンプは？あいいよ。あでも行くのに結構時間かかっちゃったらどんどん動画は遅くなっちゃうけど。ここから10分だけどホテルと反対側。あでも10分なんだ、うん、ガーリックシュリンプかポリポリみたいな。やっぱ筋トレの後だからさ、うん、昨日の奥義鶏飯、まあ、ああいったものが私は食べたいとこだけど、あと居酒屋系ならいっぱいあるよね。うん、もちろん88でもいいんだけど。それかさちょっと空腹にムチ打つけどさ、うん、ホテル帰ってさ、うん、私動画先やろうか。あいいよ。ナッツとかちょっとポリポリして。全然私その大丈夫だよ。じゃあ7時ぐらいまでに動画仕上げちゃって、うん、夜の散歩する、うん、でもしかしたら歩いて行ける範囲で居酒屋でもいいし、うん、あの多分ね女そばは閉まっちゃうと思うんだ、うん、でもなんかねそばとかっていうよりも、うん、ちまちま食べたい、まあ、いや分かる分かる、うん、ちょっと炭水化物オーバーなとこあるよねここ最近。そうやお野菜小料理みたいなのが気分ではある。うん、私もこう編集終わってやったっていう気分でご飯食べたいなっていう。入っちゃうか。シーサイドなんかさ夜中までやってるから最悪なんか行ってステーキサンドもぐでもいいしさ、うん、ちょナッツポリポリ。ナッツ持ってきたよね。持ってきた。モンジョ天才だね。ちょっとナッツポリポリしながら、うん、プルーンは持ってきてない。うん、これこれこれハッピーモア市場のこのナッツをじゃあ食べながら帰って、私じゃあ運転じゃないや編集をやっちゃうね。じゃあ帰ります。センズだと思ってただいま7時39分。結局あれから編集を頑張ったんだけど完成しないでもうお店も閉まってきちゃうしお腹も空いたからもう編集を切り上げてご飯を食べに行きたいと思います。このね女村ストリート私が命名する女村ストリートがかなりね、まあ、観光客向けなんだけど飲食店が集まってるから今日はこうフラッと歩いて行って良さそうなお店にフラッと入ると、もう車でまたね出しちゃうと遅くなっちゃうから、この辺で食べたいと思います。ちょっとね雷も鳴ってて光っててね肌寒いね、うん、今26度ぐらいしかないんじゃない。腹減った。腹減ったな本当に。定食で1000円ぐらいで食べれないかなじゃあいろいろ見たけどここにするかな。島豚屋さん。タオル凍ってるから面白いね。でも熱々だったら最高なんだけど、うん、外もね、ね肌寒いからちょっと冷たいんだけど
ここは本当はね、セイロムシのお店なんだけど、このね、ちょっとね、一人ね、この値段するからね、うん、やっぱ貧乏長期旅行者にはきついということで、はい、ただのチャンプルーご飯セットですしかもここチェーン店だから、うん、まあ、そんなね、沖縄の知る人ぞ知る個人店ではないから、うん、参考にはならないかもしれないけど、うん、今の私たちにはぴったし、ね、ザ観光客向けな感じです、はい、めちゃめちゃありがたい。これがテーブルに置いてあるのはいいお店だよ、うんうん、ありがたい。いろんな島豚屋が、あ、ゆうなってとこもそうなんだ。セイラムシも食べたいって思っちゃうね、これ見ると。1人2000円台だったらよかったな。そう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 、2980円だったら頼んでたよね、うん、1人で8600円でしょ。一大事ですよ。で、絶対私たちのことだから足りねえ足りねえって言って追加するじゃんもうちょっとこの旅行で食事で1万円はなかなかできないね。できないね。島豚屋に、はい、乾杯。こちらお通しです。お通しかかっちゃったね、はい、美味しくいただきます。これがね、海ぶどうのせの茶碗蒸しなんだけど、私熱い茶碗蒸しに海ぶどうのせて大丈夫なのかなと思いながら注文したら、うん、めっちゃ冷たいお通し、ね、こういうの食べたかった、うん、うまい、ね、お野菜おいしいわ。ツナだ、うん、これあの駄菓子の桜大根のめちゃめちゃおいしいバージョン、うん、ツナうまっ。これたお通しどっからできるんだっけうん、おいしい、これおいしい、うん、この赤いのおいしい、うん、買って帰りたいくらい美味しい、うん、うまっ。なかなかさ、長期旅行者はさ、うん、野菜取れなくなっちゃうからさ、めっちゃありがたい、うん、うん、いいお店だ、うん、嬉しい、うまいうまい。お通しでこんな美味しいんだったら美味しいよ、うん、うん、うちの豆苗ちゃん蒸したいねちょっと美味しいよ。お酒の種類のグラスなんだね。これさ、あのチーカワとコラボしてる青森じゃない？あ、そうなんだ。美味しかった、私。雪地を嬉しい。うん、あ、最高。足りません。足りません。これ食べよう。スプーンここにあるよ。うん、もうじゃあ先食べる。どうぞどうぞ。じゃあ見る？おやばっやばっ。お願いします。あ、はい、すいません。はい、やばい、冷たい。あの冷製茶碗蒸しってこんな美味しいんだっていや、私茶碗蒸しナンバーワンかも。私たち茶碗蒸しスシローでしか食べない、まあ、そうだ、そんな私が言うナンバーワンなんだけどマジでうまいかも。具はなし、下はめっちゃ入ってる。まずしめじ、へえ。これはすごく美味しいよ。やった。うん、そんなね、簡単なチェーン店ではないちゃんと頑張ってるチェーン店。ちょっとこのチャームちゃん驚いた。うめえ。うまいよね。なんかカツオだしというか、だしがすごい、うん、うん。あ、超美味しい。体にめちゃくちゃ優しいね。超美味しい。あ、しめじ食べていい？しめじ美味しいよ。美味しいでしょ。めっちゃ美味しいじゃん。ね、うん、まあ、いいお店入った。うん、この女ソンストリートの中ではかなり私たち好みのお店に入る。うん、合うね、海ぶどうと。え、海ぶどうと。うまいな。美味しい。美味しい。ぎんなんあげる。本当に？うん。ぎんなんが一番美味しいじゃん。美味しい。このさ、茶碗蒸しとさ、海ぶどうがこうまみれるのもいいね。そう、まみれた方が美味しいよ。まみれた方がいいね。ぎんなん、ぎんなん、あった。私ぎんなん好きじゃない。これはうまい。ほら、いいの選んだね。これうまい。
しかも今日はねめちゃくちゃこう健康的な朝から何も食べないでお散歩して海入ってでちょっとご飯食べてあそこ行って岬行ってでまたあそこもちょっと運動してで赤間で運動してあれ今日は2食だ今日ね全然お金使ってないよねそう今日2食だじゃあもうちょっと贅沢してもよかったねいいですこういう日があっても今日ね沖縄来て一番お金使ってないあお腹空いたらカップラーメンあるよ夜でももう8時ぐらいだからでもこっから私たちの夜の YouTube タイムが始まるからね編集とアップ作業がもんちゃんなんか特に今日は夜更かしかもね、うん、このお店はいいよ私本当に女村泊まったらリピートしたいかも意外とね今泊まってるホテルも初めちょっとうんって思ったのは正直なとこなんだけど、やっぱ住めば都で店員さんというかホテルのフロントの対応もめちゃくちゃいいしちょっとねキッチンがついてないのはあれなんだけどまあ価格相応でうん、まあ、この旅でもう一回リピートするってことはありえないと思うけど一回風邪帰ってまた長期でこうやって来ることがあったら頭に浮かぶホテルだよね女村だったらじゃああそこまた行こうかみたいな宿泊費を抑えられるうんだからココシャスモンパえ何いいのあどうぞ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 いいなやっぱほら一口目を私が食べてるから多めに食べる権利があるわあでもココシャスモンパのコスパの良さと素晴らしさっていうのはすごくてあそこを超えるの宿が出てくるかっていうなかなか良かったよあそこはココシャスモンパは今のところ私たちのハートを掴んでいるね、うん、だからあそこを基準に考えちゃうと なんだろうねこう判定しちゃうよねうんまだからさ宿泊費でさ1人1000円違うってさかなりランク変わってくるじゃん、うん、花が1000円だけどされど1000円でさ、うん、2人で1泊2000円変わってくるとさ5日間で1万変わってくるじゃん、うん、で1万って言ったらさやっぱこういう食事の5回分ぐらい取れるからさ、うん、なんかじゃあ1000円しか変わんないからココシャスモンパクにってどんどんやっていくとさどんどんなっちゃうねあはいありがとうございます、うん香ばしいお匂いがする。そうめんチャンプルこれめちゃくちゃ美味しそうだね。美味しそう。じゃあもんちゃん取れたら取るね。はいお願いします。とてもいい匂いがする。とてもいい匂いですね。2だと足りるかしら。そうめんなんて足りるかしら。ちょっと多いんじゃない。大丈夫。いや大丈夫だよ。てかむしろまたもらって。はい、え美味しそう。食べます。はい、いただきます。ツナちょっとお通しと味が似てるね。うん、おいしいおいしい、うん、じゃあゴーヤチャンプルと豆腐チャンプルが良かったかもね。野菜はそんなにないからね。これは5秒で食べ終わる。なんかこれお魚のね、お皿だ。サラダ、うん、ナチムンのね、うんコース料理みたいにさ一個お前のがもう食べ終わって次を待つみたいな。タランとタランとあきちゃん、はい、ありがとうございます。あすごい。さっきのでさ680円だったらさ絶対これで880円のが良くない。うんうん、ご飯待ち。ご飯待ち。大盛り、大盛りにしてくれ。大盛りで、大盛りで。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。あ、なんかやちむんじゃん、やっぱりここ、ね、そうだね、全部そうだね。かわいいね。はい、じゃあご飯もんちゃんと半分こしました、はい、もらいました。はい、いただきます。お豆腐、わ、野菜めっちゃ嬉しい。あく、うん、うまい。なんかおいしい。やっぱここ野菜がうまいんだよ。うん、ケロムシだから。うんうん、え、お豆腐めっちゃおいしい。うん、うん、え、おいしい。うまい。おいしい、おいしい。うん、あ、いいお店入った。うん、一味おいしいアレンジがある。セロリっぽいのがいるね。いいじゃん、いいじゃん。アグー豚めっちゃおいしい。すごい甘い。島豚じゃないの、アグー豚。アグー豚って書いてあったよ。うん、うまい。うん、おいしい。島豆腐じゃなくて
揚げ豆腐。うまいうまい。うわうまい。すごい好きなお店。この通りでちゃんと家庭的なものを見出せた。うん。さぞかしせいろ蒸しはうまいだろうな。ね、羨ましい。めっちゃ見ちゃう。何食べたい？食べないっすかよ。この辺あるよ。これだ。うん。うんちゃんこれつけてみな。ごまだれポン酢めっちゃ美味しいよ。ご飯足りる？もうちょっとあるよ。うん、大丈夫。え、これ全部食べていいの？うん。やった。ほら、うま、美味しいでしょ？うん。美味しい。うん。まあ、なんだって美味しいってことで。素晴らしいね。うん。お腹すくって素晴らしいよね。もんちゃん、久々に運動したんじゃない？確かに。めっちゃ筋肉痛になるかもよ。こうやって食べてたら、生徒虫だと思ってきた。かわいそうな子たちじゃん。うまい。おいしい。余裕でうまい。うん、全然塩気足りてんのに、なんかこの雪塩が食べたくて。そう、雪塩が食べたい。でも、調理も雪塩でしてるかもね。すごい高いかな、やっぱ。投資いくらかな。380円と見た。やばいね。定食屋がないもんね。まあ、なくはないんだけど。まあね。なんか奥に炉端焼きの店があってさ、うん、ここもすごい美味しそうだったんだけど、まあ、そこもいろいろ頼んだら値が張るかな。飲み屋が多くてさ、みんな飲むんだね。うん、やっぱりあとちょびっとだけご飯。そう。ちょっとでいい。ちょっとポン酢風味だわ。はい。ありがとう。本当にこの環境と人生と健康とに感謝するマイライフ。食べなさい、食べていいよ。食べていい、食べていい。OK。 もうちょっと食べたら大丈夫、私の方が高速で食べてるから。じゃあ私も丼にしちゃう。うん。いや、お肉あげるよ。ください。かわいいやちまん。うん、チャンプルー丼。お腹いっぱいになるね。うん、健康的なお食事ができたと思います。すごくありがたいです。はい、ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。ありがとうございます。あの途中まで良かったんだけどね。よしお客様からです。心込めて。あの、もう今みたいにね、店員さん最高だし、私たちはもう入る前にメニューを見て、ここだったら1人1000円でいけるって言って入ったので、私なんかさ、そうめんチャンプルと、うん、茶碗蒸しで、うん、まあ、1160円、うん、でもんちゃんが880円と280円で1160円、うんうん、まあ、2000何百円でいけると思ったら、うん、なんと投資が380円もしまして、勉強不足でした。島豚 TC がかかっちゃって、島豚 TC が760円で3000円になっちゃったよ。出直します。やっぱ女村怖いね。女村ちょっとバブリーだね、うん、選べばあったかもしれないけど、まあ今日は近さで選んだんで、近さとそのだからあの問題になったエアビーの、うん、あの入ってく道にちょっと良さそうな安めの定食屋さんがあるの、家族系の、うん、でももうあの道がちょっと苦手になっちゃって、うん、あのトラウマで、うん、だからまあ全て、まあ、美味しかったんだけどね、まあ、3000円いっちゃったという。車も出したくなかったしね。そうそう、もうあの今日は目いっぱい編集してジム行きたかったから、うん、いい日だったよ。美味しかったよ。美味しかった。健康的でね。でもさ、ナイスキャッチ。これだけ全部見るとめっちゃ安くない？全部3桁だよ、このご時世に。そうだね。なかなかさ、やっぱ1000円、大戸屋みたいな、うん、1000円でお釣り来るような定食屋さんってなかなか難しいね。うん。うん、やっぱ観光客がいるようなところに私たちもいるから。うん、チャタンでもまあ難しかったし、まあ、那覇はそう思うと、那覇ってさ、
ホテルめっちゃ安いし、うん、ご飯もそれこそ花笠食堂みたいなとこもあるから、うん、まあ、なんだかんだ那覇っていいなって思わない、うん、ホテルもそこねじゃない結構、うんうん、だから那覇泊まる人多いんだろうね、うん、ごちそうさまでした。ごちそうさまでした、今日の夜はずっと雷が光ってかなりねガンガン雨が降っております。今ちょっと雨が落ち着いてかなりしとしと雨なんだけど、さっきまでね台風みたいな雨が降ってましたね。うわーすごいね、あの大きなホテル。お水と氷を買い込んだローソンも見えますね。ムーンビーチのあの青い看板もすごいね。アップ、ほらムーンビーチデント。はい、こういった感じで今日はもう眠りたいと思います。今日もありがとうございました。おやすみなさい。